皆さん、お待たせしました。まずは我が姉アルフィンが最初にダンスを披露いたします。待ちに待った方々も多いのではないでしょうか。僕と同じく姉も17歳となり、公式行事では初の披露となります。お相手を務めていただくのはトールズ士官学院専任教官、灰色の騎士リーン・シュバルツァー殿。あれが皇女殿下の男爵家らしいが、今の時勢ならちょうどいいかもしれませんな。なかなか押し出しも良さそうだ。やはりこうなったか。うん、噂はされてたけど。まあ名誉なことよね。うん、皇女殿下の初めてのお相手をするのだからな。ラウラ、なんかやらしい。まあフィーちゃん、やれやれ。コクただでさえマシマシのくせに、皇女の婿候補とはな。でもなんか周りが勝手に盛り上がってるような。まあそういう側面も多分にあるだろうな。どうなるんでしょう。そうね、これで。実はリーンさんとは以前から親しくさせていただいております。私の一番の親友の兄君として紹介させていただきます。エリゼ・シュバルツァー嬢、アストライア女学院の学生会長も務める菜園ですわ。姫様。彼女も私と同じく公でのダンス初披露となります。そこでリーさんに相手を決めていただきましょう。どちらを選んだとしても恨みっこなしということで。さすがは姫様。なるほど、そういう形なら。大した方ね、本当に。もう姫様はだが正直渡りに船だ。では僭越ながら、我が妹と無二の親友たる皇女殿下双方のお相手を務めさせていただきます。部長法ではありますが、まずはシュバルツァー兄弟の踊りご賞覧いただければ。誰の入れ知恵なのかな。まったく、なんて羨ましい男だ。だが俺キレキの当ても見事外れたようだな。ああ、最初に殿下と踊ってしまえばリーンを取り込む動きが始まるだろう。しかしまず妹と踊ったことでその意味はかなり薄まったからな。あの子ったら。なかなかの男ぶりだな、灰色の騎士殿は。シュバルツァ卿の薫陶があればこそでしょう。さあ、ワコードたちよ、続くがよい。今宵は青き月の月祭、さぞ精霊たちも浮き立っていよう。
遅れて申し訳ありませんでした。あ、兄上いらっしゃいましたか。ルーファス総督、おお、いらっしゃったとは。さすがというか、一瞬で場を持っていったな。いえ、実は先に帝都庁主催の祝賀会へ行っておりまして、オリバルト殿下や知事閣下、ログナー公やアルゼイド子爵にもご挨拶してきたところです。そうか。お気遣い痛み入ります。まだ酔いの口、宴もまだまだだ。料理と酒の追加を引き続き楽しんでくれたまえ。ユーシス、そなたも来るがいい。あとはマキアス君にアリサ君、エリオット君にラウラ君もどうかな。ならばバレスタイン君にハーシェル君も呼ぶとしようか。来たまえ、王妃殿下に改めて紹介しよう。どういうことだ。知るか。だが、いかぬわけにもいくまい。なんで僕らだけって家族絡みってこと。ええ、そうみたいね。ま、行きますか。それじゃあ行ってくるね。気になりますね。うん、私たちも近くまで行ってみる。そうだな。リンさん。おう、クレア。どうしたんですか。その、驚かれると思いますが、ある方がリンさんを呼んでいらっしゃいまして。それって、先ほど中座なさった。わかりました。みんな行ってくる。ああ、しっかりな。そうそう、しないようにね。兄様、教官。突き当たりの右手になります。それでは行きましょうか。レストルーム、招待客用の休憩室ですね。奥の部屋みたいですね。ええ、参りましょう。
リーン・シュバルツァー殿、いらっしゃいました。ああ、通してくれ。呼び出してすまぬな、シュバルツァー教官。いえ、お声かけくださり光栄至極です。妹子とアルフィンとのダンスも見せてもらった。噂にたがわぬエスコートぶり、娘もさぞ喜んでいよう。いや、それは冗談だ。オリバルトも世話になっているし、アルフィンに至っては二度も囚われの身から解放してもらった。そして内戦の最後にはセドリックの命も救ってもらっている。世も妃も感謝しているのだよ。七組全員に対してもそうだが、祖先が勝った灰の乗り手として多くの危機を防いでくれたそなたにな。ご存知でいらっしゃいましたか、ドライケルス邸の真実を。ああ、無論だ。ついでに言うと、宰相とシュバルツァー卿の縁もな。ご存知なのですね、自分と宰相の関係を。ああ、とある理由でだが、宰相も否定はしなかったから、おそらく間違ってはおらぬのだろう。彼と世はある意味で似た者同士と言えるだろう。愚かな陰謀により愛する者を失った点において。父についての話は聞きました。ですが陛下については。昔の話だよ、オリバルトの生みの母親。そういえばなんとなく想像がつこう。あの話か。自分などが聞いてしまってもよかったのでしょうか。何、そこらの大貴族ならばおそらくは知っているような事情だ。確かなのは、世にしても宰相にしても愛する者を失いつつ息子は無事だった。それは共通していると言えるだろう。確かに。それで陛下は殉相だった彼を帝国宰相へと抜擢された。親近感を感じていたのは確かだ。だがリベールとの停戦において彼が見せた鮮やかな手腕に確信を抱いたのが大きいな。
ハーメルの剣は心が痛んだが、あれが知られるわけにはいかなかった。縁因となった四大名門も同じで、その前の彼女の一件も合わせて大貴族を牽制し譲歩させたわけだ。初の平民出身の帝国宰相の誕生を。ようやくわかりました。ですが、宰相が就任して13年、帝国の状況は大きく変化しています。大貴族が力を落とす一方、宰相閣下は明らかに危険な方向に帝国の舵を切ろうとしている。それが正しいとは自分にはどうしても思えません。そなたの言うことはわかる。オリバルトの考えもな。オリバルトは弟や妹の将来を誰よりも大切に思ってくれている。その意味で大貴族よりもむしろ宰相を危険視しているのだろう。だがことは単純ではないのだ。世や宰相の件にしても、ハーメルの件にしても、この国では信じられぬ愚行が時に突発的に起きることがある。かの獅子戦役では腹違いとはいえ、王子全員が血みどろの争いを繰り広げた。帝国の歴史は血と炎にまみれている。他のどの国よりもはるかにな。それは確かにそうかもしれない。政治や戦争に謀略はつきものとはいえ、侵略戦争の口実にするために自国民を虐殺しようという発想は。帝国史を教えるそなたにも感じるところはあるようだな。だがならば帝国人は生来残虐な気質を持っているのか。いえ、質実剛健で生真面目、誇りを重んじる帝国人の気質。武を尊ぶとはいえ、いたずらにそれを振り回さないのも美徳とされています。それらの事件はまるで魔が差したようにも思います。あ、その通りだ。このエレボニアには存在する、人の心を狂わせ歪める何かが。おそらくそれは建国当初から存在する呪いとでも呼ぶべきもの。黒の師匠を読んでいれば薄々感じているのではないか。その名前は。どうやら教会が探っているようだが、あれの原本は皇帝家が所有していてな、帝位を継いだ者のみが中身を読む資格があるのだよ。そして原本には歴史の陰で何があったか、これから何が起こるかまで記されている。おそらくそれは避けられぬ宿業。いや、避けようとすれば歪みは大きくなる。それが世が宰相のやろうとしていることを止めぬ理由の一つだ。全貌はわからない。だが宰相にしても陛下にしても全てを理解した上で。だからせめて見守らせてもらおうと思っている。建国以来宿業に呪われし、エレボニアの君主として我が息子や赤き翼が、貴族の新たな光が、そして新旧揃った七組が世の定冠と宰相の鋼の意志を超える道を示せるかどうかをな。必ずや道を見出すことをお約束します。七組としてだけでなく、皇太子殿下やあまたの卒業生も含めたトールズ士官学院としても。その理屈で言えば
余や宰相も入ることになるが、うん、だがそれでよい。でした。どんなお話かは存じませんが、有意義な時間だったみたいですね。ええ、この上なく。その通りだ。このエレボニアには存在する、人の心を狂わせ歪める何かが。リーンさん。いえ、その少佐、参考までに聞きたいんですが。話は終わったかね。あ、閣下。どうやら君も、いや、お前も話があるようだ。あまり時間は取れないが、近くに控え室を用意している。さて、どうする？あ、お言葉に甘えさせていただきます。